なんて言うんですか、時間が長く ないから短くでもできるじゃないですか。なんて終わったら退出でもできるし、退出あんましてないんですけど、最後までだいたいいるんですけど、順位が気になるから。そうけど、なんかあの麻雀の方が長くなるから、そうババ抜きも時間ない時でもパッパってできるからね、めっちゃ楽しいなと思いました。うちわの文字絶対ひらがながいい、あの選べるってなったら。漢字めっちゃ好きで、漢字めっちゃかっこよくてめっちゃ見つけやすいです。見つけやすさを取るなら漢字、可愛さを取るならひらがなって感じです。そうどっちでも全然、漢字やったな、漢字やったな。ビリ争い、ビリ争い、もうあのほんまにババ抜き弱すぎて、だからたまに麻雀もやるんですけど、いて熱っ。そう麻雀やった時ね、麻雀やったらねたまに勝つんですよ。麻雀やった時大体1位なんですけど、そうマジババ抜きマジ弱すぎてどうしようって感じで、そう弱すぎて、そうなんですよ。片面ひらがなで片面漢字いいですね。確かにそうなんです。ひらがなやったらあのしおんさんとか、あのいいしおんもいるし、みおんさんとかもいるし、そうなんかあれじゃないですか、どっちやろうみたいな。オンってところだけ見たらフロンティアの時にたまにあったんですよね。オンってところあのだけ見えてて、ジーとかミーのところ隠れてたんですけど、あの人で隠れてたんですけど、どっちやろうって思ったらミオンさんやった、あジオンやったみたいな、そうあって、そうもうジョッカーめっちゃ引いちゃうんですよね、ほんまに。そうなんですよ。そう吹かないでください。ジョン1位やった、もやった。でその時は多分運が良かったっていうやつですね。そう拳で挑みます、拳勝った瞬間みんな大好きでニヤ。そうもうあれも勝ったらテンション上がるけど、負けたらあのおこのスタンプか忘れてほしいのスタンプにしてます。そうやっぱリップがなんか固まってる気がする。そう最後の2択でジョーカー、そうなんです、めっちゃそうそうなんですよ。だから新しく録音はしてないですよ、だから一番最初の録音のあれやと思う。待って、今からギフト全部読んでいきますね。さっきから全然読めてなかったから。お星様、ミッチーさん、タケポンさん、ヒサオさん、佐藤氏、ヨウジさん、ケンイチさん、キラリちゃん、ルドンさん、マルーさん、アイテムありがとうございます、ギフトありがとうございます、ありがとう。友達多すぎる。そう勝負、そう勝負早い、そうそれが言いたかったんです、さっき。そうなんです、えけどジオン麻雀もやってますよ。そう麻雀で会った人とかおるんかな、ジオンと会ったよって人、ニコニコカジュアルパーティー、カジュアルパーティー、海で投げればいい。あのももかちゃんが山やってるんで、ジオンが海にやって一緒にパーティーしようっていう話はしてるんですけど、あの何ですか、あの何ですか、まあ、ナンバトルアイとかレイのあのあれとかもあったんで、全然大丈夫です、全然大丈夫です。そう。そう麻雀もなんかあのお昼の時、夕方はあの交互にやってました。そう宮地と写真撮った、宮地とこの前あの宮地の初日に撮って、それを載せました。
ツイッターに載せたかな、ツイッターかもばめに送りました。そう海鮮とお肉で、そうそうなんです、ニコニコ。アンリちゃんアイテムギフトありがとうございます。やりたかったよ、夜あの配信終わったらやるんで、ぜひ皆さん一緒にやりましょうスタンプ連打するジオンちゃん、そうほんまにあのそうなんですよ、負けたらだって悔しいじゃないですか。だから負けた、負けが分かった瞬間もあのおこのスタンプか忘れてほしい、連打をして連打してます。そうじゅんじゅんありがとうございます。マジわーい、マジだよ、やろうやろう、やりましょう、交互にやるの、その時の気分です。あのババ抜きやって、ババ抜きが勝てそうやなみたいな、勝ちそうやなっていうのが分かったら、ババ抜き続けてやるけど、あこれあかんわってなったら麻雀交互にやるかもしれないです。ドンキでショールームまた見せてるやんえジョンもさっきドンキ行った、そうドンキ行って、なんやっけ、韓国のお菓子みたいな買いました。あといちごグミも買った。新キロ、そうミオチと、ミオチの初日にミオチとジオンであれしました。そうなんです、トップティーのおしょうさんありがとうございます。出会いそうになくて草、出会いそうになくて草、ぜひやるんでどっちか来てくださいけど大体ババ抜きの方が多いと思います、やってるあれとしては。そうパッパってできるから、上がったら退出するの、退出時間があったら退出しないです、全然退出はしないんですけど、マジで急いでる時とか、そのあもうこんな時間やってなった時は退出するけど、ほぼしてないです。いちごラブミン、いちごラブミン、いちごラブミンだお。あ、ゆきのちゃん、ゆきのんと昨日 TikTok 撮りました、また載せますね。今日はまだ決まっ、今日何載せるか決まってないんですけど、さっきももかちゃんとの TikTok を載せたから、あともう一個載せようと思ってるんですけど、そうやっぱ2個載せるなら1人のやつの方がいいかなと思って、だからなんか違うやつ載せるんですけど、じゃあ明日とかに多分載せると思われます。ニコニコ、うん、カシューナッツ、カシューナッツって何ですか。カシューナッツ初めて聞きました。ジオンラブミン、やった、ジオンラブミン、イエーイ。キミさんありがとうございます。パラソルありがとうございます。ジオミオまた写真待ってます、また載せます、また載せます。5月いきなり笑顔開花チャンスたくさんあって嬉しい。お、次はあれですね、今までじゃ運貯めてきたから、運発揮できるチャンスあるんちゃうん。じゃ運を、そうジオンがこの前運送ったから、そう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 、それで、ね、あれですよ、次の公演は多分当たると思われますもうこんな時間ってなるの、朝6時くらいかな、それはもうあれですね、朝早すぎてですね、多分もうこんな時間ってなるのはあれですね、何や、夜、逆に寝すぎてもうこんな時間違う意味のこんな時間で草です。ババ抜き未経験だからやってみる。お、そうなんですか。ジオも、まあ、このアプリでやるの昨日が初めてなんですけど、昨日からやり始めたんですけど、そうちっちゃなお部屋いちご尽くしにしたい、マジでいちご尽くしにしてください夢夢、うん、いてほしなんちゃら、星の NG ワードみたいな。そまこちね、まこちが初日ですね、ニコニコニコそうなんです、東京のホテルで
あの関東のお話し会で関東行った時に東京のホテルあったんですけど、そうふうあちゃんの部屋でみんなで集まってたら、で写真撮ってたらオーブがめっちゃあって、であのカメラもあの顔認証めっちゃ天井とかにあるんですよ。やばいですよね。そうロック出ないですけどね。あのあそうなんかあのみんなあの2個のあれあるって言ったじゃないですか。でだいたい予想1個はまあ当たってる方もいらっしゃるんですけど、2個目だいたい当たってない方が多い。ニコニコあーあ頑張ります。何かは分からないけど6時4でないらしいのでキャンセルして10日にかける、お10日にかける、夜にかけるみたいなノリ。昨日の昼公演最前列センターで運使い果たした。マジですか。最前列のセンターは強いけど、なんかあの番号だけ来たら1番がセンターかなと思うけど、9とか8とかそれぐらいがセンターですよね。10とかかな、分からへんけど。3日の昼公演ジオンちゃんの生誕って生きていくね、おお待ちしてます。3日も昼夜か、忘れてました。3日昼夜当たったよって方手挙げて、はい。ポニーパラソルありがとう。ポニーさすがに、あ普通に会ったことある、あさすがに、それはさすがによかった。5月さん行きます、お待ちしてます。昼ですか夜ですか、どっちだろうどっちだろう。そう6日いないです。ジオンうれしい2つのって話してたの？ん？話してました。ミクちゃんの配信かな？ショールームかな？わからん。どっちかは、どっちの配信で言ったか忘れたんですけど。そう、2つ。うん。あれなので。柔軟剤見つけたな。お、何の柔軟剤ですか？ジオンとソラの柔軟剤ですか？いいですね。みんなジオンとあれやん。6はちゃんと寝てから行く。6出へんねんて。6出ないんですよ。そう。3日、あ、3日の間違いってこと？そう、3日、3日は寝てから来てくださいね。3日劇場入ります。大阪行きます。お待ちしてます。時間見るの忘れてた。やばい、15分しかできんの忘れてて。めっちゃ。じゃあ3日皆さんお待ちしてますね。ニコニコニコ。タンさんハートありがとうございます。ほんまや、あ何グラまたしますね。何グラまたします。じゃあ皆さんありがとうございます。そう8時までなんです。マジで、あとマジで、そうあと、もうあと何分かぐらい。そう終わっちゃうんですけど。皆さんありがとうございます。そう6日は出なくて3は昼夜出るんで、皆さんどっち当たりましたか、どっち当たった。じゃあまたあのツイッターとか、いやー待って、あきら先生や、あきら来てみたけどもう終わるんかい。あきら先生や、死ぬ。初見ってなってるし、そうあのもう終わります。8時までジョン中学生なんで、そうこう見えて中学生なんで中学生なんで、あのもう終わるんですけど、来てくださってありがとうございました。あきら先生、あきら先生あれですか、麻雀のやつ、ジオンのやつですか。ジオンのやつですか、本物かな、あの麻雀のジオンのところにいたあきら先生は。初見びっくりです。おそらく先生だね。そうジオンやったー、あきら先生。じゃあまたあのババ抜きとか麻雀しましょうね。今日の配信終わってからもうまたやるんで、じゃああの遭遇しましょう。
皆さんも遭遇しましょうね。ではランキング急いで読みます。13位タンさん、12位ランドスルお兄ちゃんさん、11位のぶきちさん、10位トップティーのおしょうさん、9位ひさおさん、8位さとうし、7位まるーさん、6位ひろさん、5位ようじさん、4位けんいちさん、3位ポニー、2位きみさん、そして第1位はてか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 じゃん、みっちーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。では皆さんありがとうございました。またババ抜きとか麻雀でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう。あっという間だ。バイバーイ。